はいどうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日もね、デッドバイデイライトのキラー側で、ヒルビリーのね、武器スキンを皆さんにお披露目したいと思います。これ早速出たけれども、なんかもうほんとトンカチみたいなね、他のキラーはなんか包丁がマチェットになったり、なんか変なのがなんかハンドアックスみたいになったりしてたんだけども、ヒルビリーこれちょっと弱体化してないか。ヒルビリーちょっと若干これよいしょ、オッケー、見つけてました。ヒルビリアのでっかくてぶっといトンカチからなんかハンマーからなんかトンカチになっちゃったよ。はい、オッケー。あ、ちょっとスマートになった。なんかちょっとなんか素振りしなんかしまくって、なんかなんだろう、小回りきそうだねこれね。まあ、そんな感じの武器ですけど、まあ、見た目のかっこよさはあんまりないですね。よいしょ。で、マップはシェルターウッズ、まあ、一応サバイバーが一番苦手とされてる場所なんでね、これはかっこ悪い姿見せれませんね。あっち助けいったね。ごめんなさい、これ、板、板立てて。縦の板って。よし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 。はい、オッケー。さあさあさあ。はい。縦の板って。よくしょ。まずこれをポンポンで破壊しておきましょう。よいしょ。でね、おじいちゃんはね、自力で立つ固有パークがあるから、それつけてる可能性あるからね、あんまほったらかしにすると怖いんで、もう即吊るしましょう。ほいほい。破壊してるね。フック折ってるな、珍しい。はい、オッケーよいしょ。あ、あの野郎つけやがったな、あの野郎。どこ行った。よし、はい、はい、ジジイ。はい、オッケー。あと一匹。おにょろ。待てい。ハハハハハハ、オッケーオッケーってね。オッケー、よしよしよし。こいつ多分なんか一回吊るしてたやつだと思うんだけど、違うかな。はい、オッケー。オブセッションの幕ね、あのオブセッションの幕ついてるやつはちょっと後回しにしましょう。逃げられてもだるいんでね。よいしょ。あ、だ、まだおじいちゃんいるから、おじいちゃん2人いるから、もう1匹が自力で起きるかもしれん。こいつ危ねえな、こいつ危ねえな。よくいしょ、よくいしょ。これ地下間に合うやろな。ちょ待ってい。お前自力で起きれるんかい。腰いってんな、高すぎてんな。くそ。まあまあ尺的にいい感じだけども、尺的にいい感じだけども、バロードもつけてよかったな。よし、オッケー。
そうはさせない。あ、出てた。はい、オッケー。カオスカオスカオスだカオスだ。さあどうなる。さあカオスだカオスだ。さあどうなる。いいよいいよ、面白くなってきたよ。こうでなくちゃな、こうでなくちゃな。はいはい。起こさせんぞ。よし、起こさせんぞこの野郎。よこいしょ。お前近いや、お前は近い気や。いやいや、まさかエースがあの起き上がるパークつけるって言ってる、つけてるとは思わなかった。うん、あの血まみれエースが自力で起き上がるパークつけてましたね。本来ビルの固有パークなんで、基本的にビル使ってるやつが多くつけてるんですけれども、え、ちょっとまさかのまさかでしたね。びっくりした。なんでどこ行った。痛い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 。よっしょ、うい。あれ、もう一人ニアがいないですね。どこだ。あれ、ニアいないね。え、どこ行った。ニアがいないな。あれあれ、どこ行ったんだろう。見えない。あれれれれ、声がする。あ、いるな、近く。あ、いた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 。バカ野郎、そんなところにいたらいけませんよ。ほら、おじいちゃん、おじいちゃんじゃないけど、ほら、はい、よっこいしょ。はい、もう一匹。こいつはね、こいつでもね、ストライクあるから多分助けいくと思うんだよな。よっこいしょ。多いなだよね、ストライク持ってるよね。で、助けいくよね。オッケー。はい、いいよ。こいつ先殺そう、まだハッチ開かねえから。よっこしょ。あいつもね、なんだろう、ハイズリゲーリーゲゲーリーハイズリゲージもギリギリやから、フックの近くで殺しやりたいな、せめて。そうじゃないとね、持ってくの厳しいと思うんだよね。この野郎ズルしてるぞ、お前。よしよしよし。いた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 。いた、倒すよこれ多分。はい。はい、オッケー。しかも近い。最高。オッケー。はい、よっこいしょ、オールキル。相手投げでね、いかがだったでしょうか、この新武器。ちょうどライトがある。これがキルビリーの新武器。かっこよさは微妙だよね、ぶっちゃけね。あ、まあでも、まあ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 、新しいからいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、今日はこの辺になります。また明日はナースの
ナースの新武器が来ますので、ナースの新武器の実況動画を上げたいと思います。そちらもね、お楽しみに。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイビー。